こんにちは、アルブル木工教室の辻です。今日は、道具の説明使い方ということで、ビスケットジョインターですね、あと、まあ、ジョイントカッターとかビスケットジョイナーとか、まあ、いろんな言い方があります。ジョイント、まあ、つなぐということですね。じゃあ何をつなぐのかということを説明させていただきます。で、まあ、この動画、一応ですね、教室の会員さん向けに、復習用予習用ということで、お届けしているんですけれども、まあ、一般の方 の、 その購入の、検討する、参考になればということで、お届けしています。まあ、なので、網羅できているかというと、まあ、なかなかそのかいつまんでになるんですけれども、まあ、ぜひ、参考ください。で何ができるのかというところなんですけれども、まあ、教室ですごい使用頻度が高い道具です。で、例えばまあ何ができるかといったら、その板剥ぎ、板と板を剥ぎ合わせる。例えばテーブルの天板とか、広い板を取りたいという時に、そんなに大きい1枚板というのはなかなかありません。まあ、あっても高いということで、いくつかの板を剥ぎ合わせるということを、やったりする時によく使います。あとは、まあ、かまちという、例えばその扉ですね、大きい扉を作るような時に、こことここが、ぶつかるところに接着をする時に使ったりもします。まあ、通常は、僕ら、本格的にきちんと家具でやる時には、ほぞという方法で木組みでいくんですけれども、簡易的に、まあ、そこまで強度が必要ないんじゃないかという時にはこのビスケットジョインターを使います。で、あとはまあもう一つ額縁とかですね、まあ、同じかまちの話になるんですけれども、こう、角と角が45度にぶつかる、そういう額縁とかにも、まあ、使えますよというのがこういうものですね。で、あとまあもう一つ、一番まあ使用頻度が高いのが、箱組みですね。椅子とかと違って、まあ、家具って大きく分けたら、2種類あるんですけれども、足物 と、箱物という2種類に分かれます。で、その箱、例えばテレビボードだったり、他何があるでしょう、タンス、棚、いろんなものを作るときっていうのに、その箱物を作るときに、まあ、よく使ったりしますね。はい、ということで、まあ、大きく分けて、大体その4種類ぐらいかなというところです。で、じゃあまずは、ビスケットがどういう形で、なぜビスケットと呼ばれているのかっていうところも含めて仕組みの、説明をしていきます。じゃあどういうふうに使うのって言ったら、ここに加工された板があります。で、ビスケットジョインターと言われる、ゆえんの一つにこれです。これがビスケットというものですね。で、よく、まあ、会員さんでも間違えてクッキーっていう人もいますけど、正式名称は、ビスケットです。はい。で、ビスケット、まあ、どういうものかというと、まあ、これ基本マキタの、まあ、ビスケットっていうのが一応、まあ、オーソドックスになります。で、僕らが買っているのはこのマキタのものですね。はい。で、ここにブナの圧縮剤と書いてます。水に濡らしたりすると使えなくなりますよという形です。で、まあ、それがビスケットです。まあ、単純に、ビスケットに似ているのでビスケットという名前です。もうこれで、ホームセンターに売られてます。で、ホームセンター行って、ビスケットくださいと言えばこういうものが出てきますよという形ですね。まあ、ホームセンターの人が勘違いしてビスケット持ってきたら、ちゃうちゃうということで突っ込んでください。一回僕もありました。はい。で、これをこの中に入れて、このブナの圧縮剤ですね、実際には、接着するときにボンドを入れます。こういう形でチップを埋め込んでいきます。で、よくまあ皆さんが、聞いたことあるダボっていうのとすごい似てます。あれもブナの圧縮剤ですね。で、これはこういうふうに薄いチップのものになります。これをこう合わせるとピタッとこういうふうにつきますよと。で、一応持ってもこういうふうに、固定されているというぐらいで、今こう手でひねってずらそうと思ってもずれません。だから板を剥いでクランプするだとか、そういう時っていうのはこのビスケットがあると平らに組むことができますよという、これがまあ板剥ぎの理論ですね。で、じゃあ例えば箱物で、例えばまあこういうものを作りたいという時にどうしますかというと、通常だと、まあ、この下からじゃあビスを打ったらどうかとかいう考え方になるんですけれども、まあ、より頑丈にするにはここにビスケットの穴を開けてこういうふうに組んでやると、まあ、より頑丈に組めますよという、だからそういう形で、まあ、ダボの考え方ですねが、このビスケットですということで、まあ、ビスケットジョインター、ジョイントカッター、ビスケットジョイナーって言われているこれをつなぐものっていう形で、名前として覚えておいてもらえればいいと思います。
で、まずじゃあそのビスケットの説明になるんですけれども、まあ、このマキタのものの場合は0番、10番、20番というふうにサイズによって変わってます。20番かなり大きいですね。だからその例えばテレビボードだとか大物を組むときっていうのは、まあ、こういうものを使う。で、例えば数の座面だとか、ちっちゃいものでいいときは、まあ、この0番でいくというような形で、私のどものところでは、まあ、使い分けてます。ではですね、ビスケットジョインターの構造です。そのビスケットのチップを埋めるためにどういうふうな構造になっているかというと、まあ、前にもお伝えしたんですけれども、電動工具っていうのは木工のはすごい簡単です。モーターに刃がついている、もうその理論だけですね。こういう形でひっくり返すと、押すとこういうふうに刃が出てきます。ここにこの、円周、刃の円周分の弧が出てきました。それが実はこのビスケットのこの部分と合いますよという形になってます。すごいシンプルです。はい。で、こういう形になってますね。じゃあこのままちょっと、ここ開けてみましょう。はい、だいぶ汚れてますね。今日教室終わりで使ってますんで、教室終わりで撮ってますんで、今日の木くずがいっぱいあります。はい、こういう形で刃が交換できるようになっていて、そこにこういう、刃ですね、チップがついてます。で、これが回転しますよという、ただそれだけの道具です。はい。で、これが前に出た時にその出た分の穂がえぐり取れますよというだけの道具ですね。はい。で、まあ、この刃はいつでもまあ交換できるんで、切れ味が悪くなったら、またこのメーカーのものから交換してという形の繰り返しですね。はい。ということで、まずは、はい、刃を見ていただきました。次に、高さです。調整できるところが3箇所あります。一つは高さ、次に、切り込み深さ、あとは角度ですね。この3点が、変更できるというふうに考えてください。今度は高さを調整してみます。こういう形でですね、このロックレバー、ここ大事ですね。しっかりロックしておかないと、まあ、これがプカプカ動いてしまうので、ロックレバーを下げると、こういうふうにダイヤルで動くようになります。で、ここに赤い矢印があるんですけれども、それを、任意のメモリですね、何ミリの高さに掘りたいですかということで、こういうふうに上下すると、このガイドフェンス、が上下しますので、刃からの距離が変わります。これを材料の厚みによって調節してあげてくださいねということになってます。はい。で、材料の厚みが決まったらロックします。はい。まずこれで、高さの設定ができましたよという形になります。次に深さです。分かりやすくガイド、フェンスを一回取っちゃいます。はい。で、今こうひっくり返すと見えますかね、この辺。ここが階段状になってます。こうですね。で、あとここに矢印があって、ちょっと見えづらいと思うんですけど、ここに数字が書いてあるんですね。大体のものがまあそうなっていると思います。はい。で、ここをダイヤルを回すと、こういうふうに階段が変わりますよと。で、すごいアナログなんですけれども、このネジですね。ネジがここにガツンと当たって、で止まってくれますよと。だからこの階段を、変えることによって、どれぐらいまで 深く掘りますかというふうに、それが調整できるというようになってます。で、例えばさっきビスケット0番10番20番あるっていうふうに話しましたけれども、ここを0に設定したら0の分だけこういう形で刃が出てきてくれますよというふうになります。じゃあ試しに、もうちょっと深く掘りたければこういう形で、ダイヤルを回してあげるともっと深いものが掘れるという、すごい、原始的な考え方のものですね。はい。ということで、深さっていうのが設定できますよという話です。で、深さはもうデフォルトで決まっているかというと、まあ、この、マキタのものに関してはここで自分でこの六角ナットと、あとこのプラスのビットで調整できるようになってます。例えば、20番のビスケットでちょっときつすぎる、ピタピタだなっていうふうに感じたら、ここをもう少し深くしてあげれば
ちょっと余裕を持ってクリアランスを、取って掘ってくれるというような形の構造になってます。はい、だからそういうふうにちょっと、いろいろファジーな部分もあると、自分で調整できるっていうふうになってますね。はい、で、あとは角度ですね。はい、じゃあちょっと一度ガイドフェンスをつけて、はい、じゃあロックします。角度はどこで変えるのと言ったら、ここのレバーですね。このロックレバーをまた、この、下げるんだっけ上げるんだっけ上げます危なよく、ね、皆さんこれ間違えてパキッて折っちゃうんで、ごめんなさい。ちょっと今僕逆からいじってて分からなくなりました。はい、上げます。上げるとこれがこういう風に変わります。はい、見えますかね。じゃあこうすることによって何が変わるのと言ったら、例えばこういう板に対して、45度にこう何か掘ってあげたいというような時もあります。例えば、止め加工をした、箱物を、板を組みたいというような時とかですね。そういう時にこの、45度に設定したり、まあ、あるいは、もうちょっと違う角度で、掘ることができますよと。ただめったに、まあ、めったに使いません。なのでとりあえずは、まあ3ついろいろ変更できますよと。その設定をしてやってから使ってくださいねという形になっています。高さ、あとは深さ、あとは角度、まあ、この設定が、重要になってくるということです。で、それが、まあ、ビスケットの仕組みですよという形になってます。はい、ではですね、まず板はぎから、ちょっと説明していこうと思います。これがすごい、一番ビスケットを使うところですね。材料というのは、まあ、そんなに広いものが、無垢の材料ではあまりないので、こういうふうに板と板を、つなぎ合わせて大きい板に、見せるというようなやり方をしていきます。で、じゃあ、どういうふうにやっていくかというと、まず、ビスケットですね。さっき説明したこのビスケットがここにこういうふうにチップとして入る形になります。で、こういう形で入りますんで、端っこすぎるとこのビスケットが見えてしまいます。なので、だいたいこのビスケット、平均5センチから6センチぐらいになってます。まあ、そのサイズにもよるんですけれども、まあ、だいたい5センチなんですね。で、だから、端っこでできるだけ止めてやった方が強度が増します。なので、ここでは6センチとしましょう。端に定規を当てて6センチのところに印をつけます。同じく反対側も6センチのところに印をつけます。それが2本結ばれるようにこういうふうに伸ばして印をつけてあげてください。同じくこっちもですね、こういう形で6センチ。はい、でここまでまあ厳密に測る必要はありません。で、まあ、大体、僕らの場合、まあ、板を剥ぐときに3点で止めてあげます。で、ここの6センチ、6センチ、あとは大体真ん中中心ですね。で目分量で大体合わせてもらえれば別に大丈夫です。ここのつなぎ目、ここの部分ですね、がこっちとこっちで大体揃ってれば問題ありません。はい、まあ、ビスケット自体もこう穴を開けた後クリアランスがあるので、きちんと、こうずれながら自分で入っていってくれます。はい、じゃあこれで、3点、一応ですね墨線が引けました。はい、ではですね、今度、まず、ビスケットを、使うにあたって、2つ、決め事というか、調整してやるところがあります。1つは材料の厚みに対してどれぐらいの高さのところに穴を掘りますかという設定。もう一つは、こういう形で刃が出てきますので、その刃の深さの設定ですね。はい、でまず高さの設定なんですけれども、ここですね。はい、ここにこういうふうにメモリがあります。でまずは、ここのビスケット、だいたいこんな構造同じようなものになっていると思うんですけれども、このロックレバーを外します。そうするとこういうふうに上下してくれます。で、例えば今この、板はぎをしたい材料が、15ミリです。15ミリであればその半分の 7.5 ミリに、メモリを合わせてあげましょう。 7.5、 はい、
7.5 ですね。でこういう形で、7.5 に合わせてロックします。まあちょっとごめんなさい、よく見えてないんで 7.5 になってるかわからないんですけど、まあこれで 7.5 だとしましょう。で、板はぎの場合は厳密に本当に 7.5 じゃないといけないかという と、そういうことではありません。基準面がきちんと揃っていれば 7.5 が多少7だろうが8になってしまったろうが、例えば、その基準面が同じであれば、特に問題ありません。まあ結構ファジーな道具だと思ってください。はい、じゃあこういう形で高さの設定ができました。このまま例えば板の厚みをこうすると、はい、だいたい赤い線がこの赤いラインがですね、ここの部分が板の中心に来てると思います。だいたいこうなっていれば OK ですね。じゃあ今度は深さの設定です。で今ここにビスケットをナンバー順に並べてみました。0番、10番、20番というふうになってます。でこの横幅とあと奥行きが変わってきます。じゃあその奥行きって何で決めるのと言ったら、この刃の円の弧ですね。じゃあそれってどこで決めてるのと言ったら、すごいアナログですね。ここにこういう形で階段があります。はい、でこの階段にここのネジがぶつかって、それで奥行きが決まるというすごいアナログな形になってます。で一応、デフォルト、買った時におそらくだいたい設定になっていると思います。ここちょっと見えづらいと思うんですけれども、ここに矢印ポインターがあって、そこにメモリが書いてあります。20とか10とか0あとマックスとか、いろいろこういうふうに、そうですね、数字が書いてあります。20番を開けたければ20に設定すると。じゃあこれで一回まあ板はぎで設定ができましたので、まずはじゃあ高さ、板の厚みに対してイコール高さの調整です。今度はビスケット使うチップによって深さを決めましたよという、大体その2つですねが決まったら OK です。でデフォルトの状態でここが90度にきちんとなってますので、まあこれで作業が進めていける状態になりました。はい、じゃあ早速穴開けをしていきましょう。はい、じゃあ今高さ深さですねが、調整できたので、今度は、ここはどこに掘りますかというこういうふうに探ってあげます。でだいたいビスケットのジョインターは、ここに、中心ライン、センターラインですねがあります。だいたいでそこに合わせてください。今見えますかね、こういうふうにゆっくり動かしていくと、さっき自分が引いた線がここに見えました。ここに対して穴を開けていくという形になります。はい、で、まあ、これが若干1ミリ2ミリずれてもだいたいビスケットちゃんと入ってくれます。まあ、一応デフォルトでクリアランス設けてあるはずですので、だいたいでまあ入るような形になりますね。はい、じゃあ今深さを0番にしました。はい、まあ、こういう小さい板は0番で、十分かなというふうに思います。はい、じゃあ、0番で1回穴を開けてみようと思います。じゃあ電源オン。はい、でこういう形で見えますかね。よいしょ、はい、見えますカメラさん。はい、はい、じゃあこういう形でさっきのセンターラインを中心に円の弧がこういうふうに掘れてくれましたよと、そこに対して0番のチップがこういうふうに入る形になります。でまあ僕らの設定で若干ここ左右にこういうふうに逃げれるようにしてあるので、さっきのセンターラインから実際ちょっとずれたとしても、まあビスケットが押されて自分でキュキュッと入っていってくれるというふうになってます。はい、でこういうふうにまあブレが少ないですね。ある程度まあきつすぎたらちょっと何と言うんでしょう、接着の時に面倒なので、若干のクリアランスはこういうふうにあります。はいですね。はい、で同じようにちょっとついていきましょう。でこういう形で
3つですね、穴が開きました。じゃあ相方の方も開けてあげましょう。下げる、一応中にバネがあってこういうふうに自動的に下がるようになってます。なんですけれども、きちんとこういうふうに自分で、出てきたのを確認してから